町田市議会議員選挙に、立候補予定の広田雄大さんにお話を聞きます。では自己紹介をお願いします。はい、広田雄大と申します。広田雄大です。はい、こちら27歳です。よろしくお願いします。はい、どういったことを今までやってきたとか、はい、そういったところを教えてください。はい、今まではですね、町田市への公営塾の教室だったりだとか、NPO 法人などの教育畑を渡り歩いてまして、今ではですね、産業フリースクール町田という、町田市中町で運営しているフリースクールの代表でありながら、今回選挙に出馬させていただく、決意させていただきました。フリースクールということは、あれですかね、学校になんかの授業で行けなくなったお子さんとかが通うというような学校ということですね。最初は学校に行けない子どもたちとかを教えていただきます。そこは普通にその、学校ができ、小学校で仕事がある日はやってるみたいな感じのスケジュールの学校なんですか？そうです。学校の運営時間に合わせて実施しているので、放課後だとか土日だとかには実施してないタイプのフリースクールです。そうですね。で、通われてる方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？合計で今8名となって、下は小学校3年生から上は中学校3年生になります。で、それで何人の先生とかで教えてるみたいな、どんな感じなんですか？今は、基本的に現場はインターンの先生に任せています。なので、まあ、1日平均2人から3人ぐらい先生に来ていただきたいですね。そうすると学年も違うし、授業の内容も違うから、なんかテキストとかやってもらいながら分かんないとこ教えてみたいなのを順番にやっていくみたいな、そんな感じですかね。そうですね、そういうことももちろんするんですけど、うちの場合はその探究フリースクールの授業っていう形でやらせていただいているので、教科学習メインカリキュラムというよりも探究学習メインカリキュラムなので、どっちかというとそのアクティブラーニングだったりとか、実際に手を動かしたりとか、現地に遊びに行って学んでいくっていうスタイルをさせていただきます。そうすると、違う学年の子も一緒に何かを一緒にやろうみたいな、そんな感じだったり。まさにおっしゃる通りです。そういう感じなんですね。そういうフリースクールっていうのを見たことがないので、普通にその授業を同じような教科書とかの子でやってみたいなのを見たりとか、そんなのかなとか、そういうんではないんですね。そういうふうなカリキュラムを実施している方も多くいらっしゃるので、一概に僕がやってるようなフリースクールの形態だけじゃないですけど、僕はすごく大切にしている人として、やっぱりその学校に馴染めなかった子どもたちが、学校以外のところで学校的なことをやってしまうと、失敗の再現性が生まれてしまうんですよ。なので、そのせっかく学校以外の場所に所属しているんだったら、全く違った能力、スキルとか環境を用意することによって、その学校の中じゃなかなか自分の力を発揮できなかったよっていう子に対して、新たにチャレンジする場を提供するっていう意味合いが多いので、うちは教科学習ではなく、探究学習を提供するということです。その他何か話を聞いたことありますか？特にないです。じゃあ、ご紹介の方ですね。この方でお願いします。ありがとうございました。